はい、どうもエテポンゲーです。武器集め、やっていきます。一応ねエンディングは見たんですが、まだね気になるところがいくつかあるんで、気になるところとね、なんかクマが一匹足りねえとか、そういうのをちょっとやってきます。行ってないところもね一箇所あるんで、はい。でまずなんだけど、まずここの武器買ってないから、ちょっとそれ先、買っちゃおうかなって思います。お金ねちゃんと持ってきたんで、まずこいつをねどかさなきゃいけない。こいつをどかさなきゃいけない。うん、これでちょっと待ってな、下から邪魔をしないでくれ。まあこいつ殺さなくてもね、普通にそのコンビニを側ごと取ればね全然いいんだけど、まあ殺します。はい、こう殺して、ちゃんと殺して、いらないで、武器ちょっと邪魔なんで変えて、あ、そうか、ちょっとね中身ね、いろいろ今売り払ってる途中です。カウンターとかないけど、一応コンビニね、これね、コンビニ、こっから話しかけ、あ、攻撃しちゃいそう。はい、魔王城前、うん、1、10、100、1、10、100、1000、1万円じゃん。俺10万円だと思ってたわこれ。コメントでもね、あれ1万円じゃないのっていう風に言われてたんだけど、てき俺10万円だと思って、安っ安っ。10本買おうかな。温めますか。はい、お願いします。ほっ巨人の体験。へいへい、巨人の体験だから2マスぐらいいけるっしょ。いけるね。うれ強くねえか。あー、まあまあ強いね、まあまあ強い。もう売ってくれないの。あ、売り切れだ。もしかしたらその温めないパターンの武器とかあるかと思ったけど、よし。で、あとは回収しときます。はい。で、ここなんだけど、これさあ、この1個しかないという伝説の像あるやん、これ。まあいろいろちょっと話聞くとね、なかなか良さそうな像に見えるけどな、どうも怪しいんだよな。この像は素晴らしい。さすがは世界に一つしか存在しない像だ。こんな貴重な品を仕入れるとは、この商人なかなかのやり手と見た。結構ね、この像ね、攻撃力もあって強いんよ。だからね、重宝しててね、しかも売ると高いからね、だから結構パクって言ってたんだけど、これテントね、これひっぺ返すと、あ、ちょっと待ってバレちゃった。あ、めっちゃあるんめちゃめちゃある、テントの中にめちゃあったわこれ。はい、まあそんな小ネタでした。はい、全部しまいます。あとここかな。うん、ここに行ってません。魔王城だと思うんだけど、ここね、てっきりね、そのシナリオで関係あんのかなと思って行かないようにしてたんだけど、行かないままエンディング迎えちゃいましたんで、とりあえず入ってみようと思うわ。まあ調べてね、まず魔王城24時間営業。うん、行こう。わ、魔王城の説明。魔王城は集めた武器を駆使して戦う高難易度ステージです。階層の魔物を全滅させることで次の階層へと進むことができます。魔王城に挑むには武器を8つ以上持っていく必要があります。階層ごとに手持ちの武器の中からランダムで4つの武器が選ばれます。選ばれた武器のみで、魔物と戦わなくてはなりません。最上階で待ち構えている魔王を倒すため、強力な武器を揃えて挑みましょう。はい。詳細なルールは以下の通りです。魔王城では武器庫を開けない、セーブもできない。魔王城内で耐久値が減少したり壊れたりした、武器は魔王城を出ると元に戻る。
魔王城内で武器を拾うことはできるが武器庫に送られる。ほう、なるほどね、なるほどね。オッケーオッケー、ちょっと待って、準備するわ。まず武器が8つ以上で毎回ランダムで4つってことは8つの最強武器を、選別しよう。まずそれからだ、8つの最強武器、まあとりあえずここら辺、あのここら辺はしまっておいた方がいい。で中で武器を拾ったとしても全部武器庫に預けられてしまうと。8つだろう、エクスカリ8つだろう。ほうきはしまっとくよな、一回しまっとくよな。これロックしとこう、一応ロックしてしまっとこう。でモーニングスター混乱8つだろう。家は多分いる、いるで、あここら辺いらんか。モーニングスターしまう。でエクスカリバーも正味こっちがあるからいらない、これしまう。でクラッシュハンマーちょっとわからないんでしまう。うんちしまう、うんちしまう。であとはまあ今日これ捨てとくか。うん、こっちの方がいいもんね。ギガントアックスとかの方がいいしな。これしまう。うん、これがとりあえずエテの中の最強武器かな。ちょっと待って、これはいらない、これはいらない。さすがに1個空いたから、1個取り出す。何がええかな。魔法系の杖もう1本入れときたいよね。なんどっちかというと、うんちか。うんち意外とね悪くないんだよな。これかな。あーこっちかな。3種類どうする。どうしよう、めっちゃ迷う、めっちゃ迷うな。うん、これにしよう。よし、まあ多分使わないだろうけど、うん。でセーブもうできないっていうことなんでセーブしときます、ここで。よしよし行こうか、いざ。お、早速、武器チェック。なるほどね、なるほどね。いやこれ面白いな、面白いシステムだな。なるほどね、ちょっとあの気合い入れていこう。ちょっとこれ読みたい。1回、相手はスライムだけどビビっていこう。スライム1匹にビビっていこう。よしよし、あここ1回はとりあえず楽勝だわ。1回は楽勝。これ拾えんのかな。拾えるけど武器以降にしまわれるから、まあ、一応取ってみる。うん、取れないね。なになになに、あ元戻ったから。あーうざいやつ、これうざいやつ、あのメッキ剥がしてくるやつこいつ。あ一回は余裕だね、一回は全然ビビる必要ないわ。あ全滅させたみたい。あ全滅させて上に向かいに行けるね。オッケーオッケー、全滅したら拾うことができない。宝箱ぐらいか開けれんのは。2回、おいいね、草入るソード。2回、ただ相手は魔法タイプ。遠おきたぐらえ、えい。結局これ大賢者の杖さ、相当序盤で手に入れたけど
この武器最強だよね、割と。あんでサンダーの範囲がね、なんか3方向にこう飛んでいってるから、あの食らわないんじゃなくて、当たってないんじゃないっていう、コメントがありました。ありがとうございます。まさにその通りですねまさにその通りだった。ここいらでちょっと一回回復しときたいな。よし、薬草は温存していきたい。よし、全滅。何も落ちてないよね。行こう。3回4匹いるね。右に3匹。うん、固まっといてほしいな。あ、そう、あ、あ、よかったよかったよかった。くらえ光の炎よ。はっ。でゴブリンがね、変になんか爆弾みたいなの投げてくるから、こいつ注意しとかなきゃいけない。あ、薬草1個出たね。これはちょっとちょいダメージくら、あ、2個出た。あ、おー、いいねいいね。無理してもいい、無理してもいい。これは無理してもいい、もったいないからわざとダメージくらいに行く。食らわしてくれよ。めっちゃクソ落とすやんこいつ。もう薬草20個あるからな。うん、しまっとこう。しまったらこれ別に使えないんだけどね、しまっちゃうと。もう4回かな。来た、俺の最強武器。これマジで、あの近接最強だから。はい、なんやったら草入るソードより強いと思ってるから。2人並んでんな。こっちだな。せい、ダイヤモンドダスト。おお、囲まれた。んー、どうする。一歩下がるか。ほっほっ、よし来た。あー、そこだけ当たらん。よし、あと一匹。キノコ野郎、このチンコ野郎め。よし、5回。まだまだ全然余裕やね。まだこのスライム早い。よし、はい、オッケー。闇魔法なんか効かなそうだよな。あ、いいじゃん、魔導士。弱い弱い、この魔法。やっぱ極みじゃないと厳しいな。弱いな、やっぱ。いた、船虫来いよ。ラスト、はい、楽勝だね。まあ、ちなみに何回まであるんだっけこれ。それは言ってなかったよね。恐ろしくなってきた。6回。これは右に打って当たるっしょ。フレイム、おーし、完璧だ完璧だ。大賢者の杖最強だ。もう一歩前行っとくか。よし、ここ、もう一発。ラー、
寝てない？起きてるか。7回。なるほどね。やめて！てめえ。車線から逃れたい。こうだ。HP ちゃんと見てね。1個下がるか。1個下がっても追いついてくるよな、多分。こっちから先に処理する。はい。で、あと1匹か。あ、2匹いる。攻め。よし、ここで回復しとこう。あ、回復した。ラッキー。完全にヒットポイント。もうちょっとで300だな。これ投げてきよるからな、こいつ。こいつ投げよるからな。斧を投げてきてんのか。あ、やばい、防御力ダウン食らっちゃった。これ解除して OK。次！8回。あ、いった。勝った。ほっ。あ、稲妻が効かない。あ、氷も効かない。こいつは物理で行った方がいいかもしれない。こいつはこっちだ。よし。これで入ってね。二人しか入ってないか。まとめてきたよな。とりあえず二人から行こう。タフだねこいつ。色地のこいつタフだね。岩おやじ。よし、これはもう薬草1個使っちゃうか。薬草1個使っちゃって拾う。よし、次10回ぐらいまでかな。これ9回。10回までと信じて。あー、渋い。武器が渋い。これはきた。2発。あ、外した。当たる？当たる。武器屋なめんなよ。武器屋の母屋なめんなよ。ん？コウモリか。あー、武器持ち帰っとけばよかった。あー、しまった。あや、潰れろ。ミス。よし、次10回だよね。見にくい。いえ、10回。あー、何？セイレイオーだと？オベイロン。これはマジいな。マジ。上げて、一歩進んで、よし。で、強武器に変えて、勝ち割れ。で、あー、で、これに変えてバフつけて、
あ、意外と効くねこれ、攻撃自体も悪くない。いいね、よし来た。で攻撃、ここでミラクル切りしときたいね、ラストで。あーもうこいつ、こいつ絶対攻撃当ててくるやん、その間合い、その間合いで来いわ。もう当てに来てたやん、その間合い。ちょっと待って、これ怖えわ。ダメだ、回復しとこ、怖すぎる。遠距離攻撃あるからな。おし、勝った。よーし、次11回。お、中間地点20か。残り半分だ。しかしここからはやばいぞ、やばいぞ。セーブしまーす。ここで、あ、振っちゃった。はい、ってなわけで一回ここで区切っとこうかな。うん、中間地点でね、一応セーブできたんで、次回この続きから始めていきます。何回まであるんだろう、20と予想しましょう。20と20であってほしい。はいはい、お疲れ様でした。